ホール1ブリッツブースに来ています。ブリッツブースのおす,すめを聞いていきましょう。お願いします。よろしくお願いします。今回東京オートサロンでの見どころは何でしょうか。見どころはですね、全部です。もう全部。でも、えー、まあい車種もですね、あのカローラスポーツっていうこう,うスポーツコンパクトからあの結構激しい車、あとハイエースとかですね、あの幅広くブリッツは展開していますので、そういったところで結構見応えがあるブースになっていると思います。はい。 まずブースの中に目を向けたら、奥に目立っている車、ありますよね実際に何かに使われているマシンなんですかそうです、ね、あの今回です、ね、去年、つくばサーキット、えー、とコース2000をタイムアタックした車両であの、ただタイムアタックをするためだけに作った車じゃなくて、あのストリートから、えー、もう本当に普段の街乗りから楽しく走れるようにということで企画した車で、つくばサーキット1分3秒。 というですね。結構交代も出している。あの見た目は結構派手なんですけど、あのやっていることはシンプルにあの楽しく走れる車を目指して作った1台です。お客さんもねすごくまじまじと近くで見てたと思うんですけども、やはり。 オートサロンだと、こういう車の中までしっかり見れるのも特徴ですよねそうですね、あの普段は本当に外装しか見れなかったりするんですけど、お近くでエンジンの様子とか、ついてるパーツとか、えー、とこのパーツつけるとこういう風になるんだっていうのをあの、実際に見ていただけるっていう意味では、本当にこういう会場であの実際に体感していただけるっていうのは、すごいいいと思います。 その他にもブース内にはさまざまなパーツの展示などもあるんですけども、あえて一つ、これをしていきたいっていうのは、あれば教えてください一応、これから発売予定の新商品として、えー、ニュルスペックカスタムエディションというマフラーなんですけど、えー、とご用意してまして、実はあのカローラスポーツ、見ていただくと、ついてるんですけど、今、両サイドのテールエンドの色が2色違うようになってるんですけどこれ、本当ですね。はい 外して付け替えるることができるんできんすよえーってことは自分が好きなように色のカスタマイズができるってことですかそうですもう本当にお好みに応じてできてしまうので今は、えー、右と左で色を変えてますけど例えば真ん中だけを変えてみるとか、えー、ともう一色ですね赤いテールも用意しているので赤とカーボンの、えー、テールを用意しているのでそれで。 いろいろ組み合わせるとですね、本当に自分好みのマフラーに仕上げることができますという新商品があります。街中でも注目度上がりますね。そうですね。今も多分今までにないマフラーなので、かなりあの見応えのあるマフラーができると思います。ぜひ皆さんチェックしてください。そして小林さん、私もう一台あちらの黒い車も気になっているんですけど、はい、なんかインパクトのあるイラストが描かれてますよね。気づきました。実はですね、これあの俳優の ギタンさんの自家が車なん遊びに使っているハイエースなんですよ。で2.7リッターのガソリンエンジンの車なんですけど見ていただくと分かるようにあの中にバイクが積んであったりするんですよね。 あの山とかですねそういうところにバイクで走りにに行くとそういうい時に重い荷物を載せても快適に走れるようにということで今回ブリッツのスーパーチャージャーをエンジンにつけさせていただいて快適に走れるようにということでカスタマイズをさせていただいて提案しております。 これもやっぱりオートサロンならではっていう展示ですよね。そうですね。あの実際に芸能人の方が乗られている車はなかなか見れないと思うので、あのぜひ近くで見ていただいてですね、大津さんこういう遊びしてるんだなとかあの見ていただければなと思います。ブリッツさんの会社についても教えてください。はい、えっ、ー、と株式会社ブリッツはですね、えっ、ー、と総合チューニングパーツメーカーで、えっ、ー、とエンジン関係のパーツももちろんですし、吸排気、えー、サスペンション。 電子パパーーーーーツツなども全て手掛ける総合のチューニングパーツメーカーです2020年にです、ね、実は40周年を迎える非常に歴史あるブランドでしてそれまでに培ってきたノウハウを入れながらです、ね、ライフスタイルは結構毎年皆さんどんどん,どん,どん変わっていくのでそういう車のライフスタイルに提案できるようにということで毎年こうコンセプトを変えながらこのような車両を作れるようにパーツを開発しているブランドです。